規則は規則、化粧品は持ち込み禁止です。学校は勉強しに来るところですから。勝手に言ってれば、先生うまく隠せる場所を知ってるんだから。すごいでしょう、こんなところに隠すなんて。いろいろな隠し場所をご紹介しますよ。皆さん、それは一体何ですか？オレンジ？はい、綺麗な色ですよね。一体何なんですか？美味しい青リンゴを食べてるだけでしょ。禁止じゃないですよね。ただの思い違いだったみたいね。そうそう、気のせいですよ。マジでプレゼントがたくさん。アンニー、お誕生日おめでとう。だー、それ全部私に。そうよ。何が入っているのかしら。開けるのワクワクしちゃう。やったー、ずっと欲しかったリップクロス。少々この色、ありがとう。ほんと授業が始まっちゃう。さあ皆さん、今日は抽象芸術について学びます。ちょっと試してみよう。大事なのは綺麗な色でしょ。キラキラを足したいな。ちょうどいいものがあるわ。絵の具みたいなものよね。この像をよく見てください。アーニー、すみません。ちゃんと見て。わかりました。でもこれをつけたいんだ。この筆、紙が描きやすそう。では続けます。もう堅苦しい。ただの像じゃない。先生の話長すぎる。今がチャンスだわ。やった、やっと試せる。えへん、リップクロスは置きなさい。どこに置こう。絵の具と似てるよね。ほぼ一緒じゃん。なるほど、それなら。何？ここに入れたら。そうに。リップグロスを隠すには、しぼんだ風船に入れるといいですよ。そしてここを切ります。出たところには接着剤をつけて、その上に風船を伸ばして綺麗に覆えば OK。 いいじゃない。すごい、うまくできた。化粧品には見えないね。メイク直ししよう。ツヤツヤリップよ。うん、かわいい。うん、また化粧品。アーニー、何をしてるんですか。絵の具を試してるだけです。アートですよ。あら、ならいいですけど。ふう、可愛くなれちゃった。あれ、本物の心臓じゃないよね。心臓の話聞いてたら緊張してきちゃった。お、ちょび飲み込んじゃった。死ぬところだったわ。この爪危険ね。全部噛み切るところだったわ。やばい、これ、この爪見せられない。どうしたの。様子がおかしいじゃない。あのね、爪を噛んじゃったの。わあ。そんなの大丈夫だって。先生見てないよね。これ結構使えるよ。修正液？試してみるけど。マニキュア隠してたのに。ちょっと塗り直すわ。爪きれいになってきた。完璧、ありがとう。やり方は、修正液をお皿に出して、
完全に空になったら小さな錠を入れます。そして好きなマニキュアを中に入れましょう。何分かかかるかも。そして錠を出してキャップを閉めます。すごく簡単に。見て、綺麗な爪。もう片方の手もね。マディソン、それはマニキュアじゃありませんか？ここは教室ですよ。こっそりやればよかった。これ修正器ですよ。あら、そうなの？大動脈弁の話に戻りましょう。ありがとう。あのシャーペン持ってきたかな。もう最悪、本当最悪。なんて顔してるの。どうしたのよ。これ見てよ。彼が別れようって。そりゃ泣くわよね。でも鏡見てみて。ちょっと崩れてるから。なにこれ、ひどいわ。そんなに気を落とさないで。助けてあげたいけど。コットンがあったんだ。使う。全部あげる。これで綺麗に拭くといいよ。やってみる。目に当てるのよね。両目に一枚ずつ。ひと拭きするだけでパンダ目じゃなくなった。すごく取れたわ。鏡を見てみよう。おお、綺麗になった。やり方知りたい？ファイルポケットをハサミで切ります。それができたら、こうやって開いてコットンを並べておきましょう。そこにメイク落としを含ませていきます。できたら閉じて、折ったクッキングシートに挟みます。そしてストレートアイロンで紙の上から密閉しましょう。これで最後、紙を外したらこうなります。携帯用メイク落としコットン。すごい、おかげで助かったわ。後でまた使わせてもらうね。やっと金曜日だ、嬉しい。誰かな。ジェイクだ、デートしようだって。やったわ、兄。何着ていこう。いつの間にニキビが。これじゃデートに行けない。ジェイク怒らないといいけど。キャンセルしないで。え、デート行けるって。無理よ。いい技があるのよ。魔法みたいにうまくいくのよ。筆にヘアスプレーをかけてファンデーションをつけます。準備 OK？ うん。ちょっと振りかけたらそばかすみたいに見えます。こうすると目立ちにくいでしょ。ニキビだって気づかないよ。すごい、かわいい。うまく隠れたわ。ありがとう。どういたしまして。ジェイクだわ。そっちからキャンセル。もう振り回さないでよ。でも綺麗になったからいっか。ち
ちょっとずるいメイクのライフハック、役に立つそうですか？先生の厳しさにもよりますよね。うまくいったか教えてね。この動画を友達と共有してチャンネル登録もよろしくね。